1-350スケール戦艦ビスマルク1-350スケールは、主に艦船の模型に使用される縮尺で、2000年代の半ば以降、世界の多くのメーカーが採用している。1-350スケールは、艦船のプラモデルで、最も一般的な1-700スケールの2倍の大きさとなる縮尺であり、艦船や艦載機のプラモデルに多く採用されている。 特に2000年代半ば以降、長谷川の戦艦、三笠を契機として、各模型メーカーが1、350スケールで有名艦船をキット化している。艦船以外では、上角のような建造物の模型や、大型の航空機の模型などがある。1、700スケールが一般化する1970年代以前は、艦船のプラモデルには、 標準的なスケールはなく、LL、LenWall、AirFix などのメーカーが、1、400、1、500、1、600などの独自の縮尺でシリーズ展開を行っていたり、縮尺を統一しないメーカーも多かった。世界で初めて1、350スケールで感染モデルのシリーズ展開を行ったのは、日本の今井で、 1976年のアメリカ建国200年を記念して行われた、ブネパレードに参加したホブネを、1977年から78年に、かけて十数点発売している。1、350を採用したのは、対象となる船が、全長100メートル前後と小さく、当時すでに主流となっていた1、700では小さくなりすぎるため、 単純に2倍の大きさとしたものである。その結果、製品の大きさは2 0センチメートルから3 0センチメートルと、1、700スケールのジュニオカン並みの手頃な大きさとなっている。当初発売された製品はすべて、養生の形形式であったが、その後鑑定部を加えて、フルハルモデルとしたものや、小舟パレードに参加していない小舟も加わって生産が、 続けられ、今井の廃業後も、青島から一部が再発売されている。次に1、350スケールでシリーズ展開を行ったのは、タミヤで1978年に一作目のビスマルクを発売し、1986年までに戦艦ヤマトなど11点のキットを発売している。今井の製品が小型の小舟だったのに対し、タミヤの製品は、 ほとんどが大型艦であり、全長がほぼ1メートルになる原子力空母エンタープライズまで製品化されていた。しかし、エンタープライズとその搭載機を除くと、第二次大戦時の日、米英、A、独の戦艦各1クラス2隻ずつを製品化した。時点でシリーズは中断し、1997年には10年ぶりの新製品として、 フレッチャー級駆逐艦が加わったものの、その後10年近くシリーズは再び休止状態となった。次に続いたのは、ドラゴンモデルズで、1980年代以末の活動開始のちほどなく1、350スケールに参入し、アメリカとロシアの潜水艦や、タイコンデロガ級などのアメリカゲニオ艦を中心に、製品化を行った。トランペッターは、 中国海軍の駆逐艦やフリーゲートを十数点一、350スケールで製品化していた。さらに、ピットロードとの提携で一、700スケール艦船キットの製造に参入した2003年には、一、350スケールでアメリカ空母の製品化を開始している。1990年代の後半から2000年代の初めには、旧ソビエト、 東欧圏のメーカーも1、350スケールでの製品化に加わり、ウクライナのイコームはドイツの軽2飛球戦艦を製品化し、さらに高尾型重巡洋艦の製品化も予告していた。また、ロシアのイースタンエクスプレスも1、350スケールで、旧ロシア戦艦のボロジノやペレスベートを製品化した。このように2000年代前半の時点では、 製品数や製造するメーカーは増えつつあったとはいえ、1、350スケールはまだ製品数も少なく、製品化されているのも、初期のタミヤ製品を除けば有名感の少ない、マイナーな縮尺だった。この状態を大きく変えたのは、長谷川が2005年に、日本海、海戦100周年を記念して完全新金型で、発売した、戦艦三笠である。 ミカサは現存する唯一の日本戦艦であり、一般的にも高い知名度と人気を持っているにも、かかわらず、これまであまり模型化に恵まれていなかったため、最新の技術と交渉で詳細に模型化された、長谷川のキットは、高い人気を呼んだ。また、ディテールアップ用に、メーカー純正のエッチングパーツなどが、追加発売されたことでも、話題となった。ミカサの好評を受け、 長谷川は2006年5月に、長谷川創業65周年企画として、第2弾の日本海軍港型駆逐艦、セップを発売、引き続き南極観測50周年を記念した南極観測船、宗谷を第3弾として発売した。これらの売れ行きも好調だったため、2007年末には、戦艦長と、翌年には、空母赤城と大型艦の発売に踏み切った。 この、長谷川の動きに、日本の他のメーカーも反応し、青島は2007年より、アイアンクラッド鋼鉄艦シリーズとして、高尾型従巡用艦や混合型戦艦を製品化し、富士見も混合型戦艦で1、350スケールに参入したため、今後は日車協作の形となった。青島は新製品の開発を引き続き行う一方、 9、今井製の練習船、日本弾と海洋丸を第二次世界大戦時の輸送船の使用としたものや、イコーム製の計2比に自社製のエッチングパーツを追加したものなどもラインナップに加えている。タミヤも1、350スケールの製品開発を再開し、イマイナス400潜水艦、駆逐艦切風、最上型重巡洋艦などをラインナップに加え、 2011年には、戦艦ヤマトを新規開発で発売した。日本国内のメーカーの動きに、日本国外のメーカーも追随し、ドラゴンモデルズは2006年以降、第二次大戦時と現用のアメリカ艦を中心に、ラインナップを増やしている。2005年の時点ですでに、アメリカ空母の製品化を開始していたトランペッターは、その後驚異的な、速さで製品の開発を行い、 2005年から2010年までの6年間で第二次大戦時と現用の各国の艦船を40点以上送り出している。アジアのメーカーだけでなくドイツレベルが戦艦、ビスマルク、エアフィックスも軽空母、アークロイヤルで1、350スケールに参入するなど、ブームは世界的なものとなった。2015年現在、1、350スケールで 感染モデルを発売しているメーカーは、蒸気以外に、日本のピットロード、ファインモールド、モノクローム、韓国のアカデミー、台湾のアフフクラブ、中国のブロンコモデル、ウクライナのエイビス、ロシアのフラッグマン、ズベズバなどがある。また、レジンキャストやエッチング製のディテールアップ用部品を発売するメーカーも、多数あり、1、350スケールは国際的に、 艦船モデルの主流スケールの一つとなっている。1、350スケールの艦船は、これまでの主力であった1、700スケールに比べて、十分に大きく詳細な工作を行いやすい。艦の全長だけで比較すると、1、350スケールの三笠は3 7 9トルで、1、700スケールの戦艦山との3 7 5トルと、ほぼ同じだが、 手すりや基銃などの人間が関わる装備品は1、350スケールの方がより細かく表現できる。レベルの1、350ビスマルクでは手すりもプラスチックでパーツ化されている。従順洋艦クラスで約6 0トル戦艦ヤマト、空母、赤木などでは7 5トルを超え模型メーカーを代表する大型精密模型として位置づけられる。 一方、近年は1、700スケールと1、350スケールの間を狙い、藤見は2009年から1、500スケールで、戦艦山と戦艦長と長谷川は2013年から1、450スケールで戦艦山とあたご型護衛艦を発売した。艦船モデル以外の1、350スケールの模型としては、城郭等の建築物の模型がある。 2015年現在でも、同と模写より、大阪城、名古屋城など7点ほどが発売されている。航空機のプラモデルでは、かつては、ジャンボジェットなど数点が発売されているのみであったが、現在では艦船に合わせた、関西機などのプラモデルが多数発売されている。基本的には、艦船モデルのアクセサリーとしての位置づけであるが、1、700スケールと異なり、 単品で鑑賞できるレベルに仕上げることも、それほど困難ではない。同様に、軍用車両のキットも数は少ないものの、発売されている。ダイキャスト製の旅客機の完成品模型は1、400や1、500が中心であるが、モデルパワーなど一部のメーカーからは1、350、スケールの航空機も何点か発売されている。SF キャラクターでは、バンダイの、 ダトクサツコレクションも1、350スケールであり、一部の製品には、怪獣以外に航空機等のアクセサリーも含まれている。艦船モデルで1、350スケールが、ブームになった2007年には、宇宙戦艦ヤマトが1、350スケールで、製品化され、話題となった。この1、350宇宙戦艦ヤマトは、2015年3月、現在、 バンダイホビー事業部の一般販売商品としては最高価格のプラモデルである。青島からは今井の金型の1、350スケールサンダーバード2号を引き継いで販売しているほか、サンダーバード1号、サンダーバード3号を1、350スケールで新規開発した。アメリカのポーラーライツからは、スタートレックのエンタープライズと、 同じくアメリカのメビウスモデルからは原子力潜水艦 C ビュー号が1350スケールでキット化されている。ありがとうございます。